お前を客扱いする道理もなければ、そんな余裕もない。それに、初めに説明した契約の中に、知恵を貸すという条件が入っていただろう？構わん。お前が気づいたことを言ってくれるだけでも、十分助かるさ。まああまり期待しとりゃせんがの。ただ天の見使いとして頼もしいところを見せりゃ女も惚れるじゃろ。頑張るよ若造。ここが一番他者の耳を警戒できるからな。ここなら盗み聞きをしている人がよく見えるんですよ。わしらを取り巻く環境はなかなかどうして厳しいものがあっての。私たちの周辺には常に炎術さんの目が光ってるんですよ。密談をするようなことがあれば逐一炎術に報告されるだろう。だが普段からここで軍議を行っていれば、いざことを起こす時にでもこそこそとせずに堂々と相談ができる。剣術に呼ばれて慶州の本城に向かっている。要件は十中八九拘禁と討伐のことだろう。今この時の出頭命令ですからね。それ以外には考えられないかと。それを見越してわしらは準備ができ次第この館を出発し、佐久殿と合流を果たす。そういうことだ。状況の説明を終えたところで、発生したいくつかの問題について意見を聞かせてほしい。問題は3点。兵糧の問題と軍資金の問題、そして最後に兵数の問題。まず最初に兵数の問題だが、敵の数は？現在慶州で暴れている拘禁党は北と南の2部隊です。北が本隊、南は分隊。炎術さんなら確実に私たちを北の本隊に当てるでしょうね。とするならば兵数は大いに越したことはないな。集められそうな人数はどうじゃ？多くて5000といったところでしょうね。多少無理をすれば1万はいけそうですが。どちらにしろ少ないの。その数で黄金島の本体と当たるのは勘弁願いたいところじゃが。まあ無理でしょうね。炎術さんなら絶対に本体をあてがってきますから。じゃろうな。兵数差は策で何とかするしかないな。兵法としては邪道だが、ない袖は触れん。では必要最低限の数ということで仮決定しましょう。次は軍資金の問題ですが。金のことは分からん。二人に任す。任されましょう。現在館にある金子は多くない。武器や兵糧を揃えるためにも軍資金を集めないといけないが。
町の有力者に協力を要請することはできますが、それでも多くの資金は集まらないでしょうね。兵士と同じで、ない袖は触れんということか。ですね。どうしましょう。今のところ思いつくことはない。しかし、資金を用意しなければ、兵糧の調達もできんな。どうしたものか。ん？どういうことだ？拒否されたら？おお、なかなかいい案ですね、それ。見直しましたよ、カズトさん。我らの現状では、それが精一杯かもしれんな。本郷の案を採用しましょう。了解した。ならばすぐに伝令を発し、佐久殿に交渉をお願いするかの。それが良いでしょう。うん。誰かある？佐久殿に伝令を放て。手紙の内容は。いや、セレンの言う通り、案外な拾い物だったと思ってな。そうだ、なかなか良い洞察眼を持っている。ふん、どうしようかと悩んだが、本郷、お前も出陣しろ。その地棒、戦場でも十分に役立つだろう。その地棒、戦場でも十分に役立つだろう。ならば立て。人はそうして成長するものだ。怖いのか？そうだ。だがな、本郷よ。お前が先ほど提示した案、その案が採用された今、お前は自分が示した策の責任を取らなくてはならん。勝つにしろ負けるにしろ、お前の策によって多数の人が死ぬことになるのだからな。自分の吐いた言葉には責任を持て。ああ、お前が行動したことで起こった結果、その結果を真正面から受け止める。それが責任を取るということだ。そう言ってくれると信じていたぞ。ああ、それでよい。軍師の仕事は刃で敵の喉を切り裂くことではない。知略で敵の息の根を止めるのが仕事だ。敵の刃からは郊外殿が守ってくれよう。私もお前を守ってやる。だから安心しろ。
方針は決まった。郊外殿、すぐに出陣準備を。受けたまわった。ノンは視聴隊の準備をしておけ。二刻後には館を出るぞ。はーい。本郷は私と共に各部隊の作業状況の確認だ。いろいろと仕込んでやるから覚悟しておけ。危険話だな。ではみな、準備を頼む。いよいよ戦乱の幕開けね。ゾクゾクしてくるわ。あら、どうして？待ちに待った大陸の混乱なのよ。この乱に乗じることこそ私たちの独立に向けての第一歩なんだし、ゾクゾクしちゃうのも仕方ないでしょ。気持ちはわかるが、初陣の相手が黄金刀というのは物足りないにも程があるな。まあ勘を取り戻すにはちょうど良いとも言えるだろう。兵の練度を維持するために長練だけは欠かさずにしてましたけどね。やっぱり実戦を経験しないことには長練の仕上げもできませんし。そういうこと。この戦いで私たちの強さを喧伝できればこれからの戦いが楽になるでしょ。ここは最高の勝ち方をしないとね。ええ、本郷、シェレンの言葉の意味がわかるか。五、独立を目指すためにシェレンが初陣でしなければならない最高の勝ち方とは何だ。ほう、よくわかったな。うん、良い答えだ。何腹黒くやり合ってんだか。そんなことよりさっさと黄金刀を皆殺しにするわよ。まあ待て、作殿よ。本郷の言う通り、我らに大切なのは圧倒的勝利じゃ。ならばそれなりの策を用意した方が良いじゃろう。策ね。策なんている？相手はたかが盗賊の集団じゃない。圧倒的勝利とは敵に与える損害が大きなこと、そして人の記憶に残るほどの痛快さが必要なの。たかが盗賊だからこそ最も大きく損害を与え最も痛快な勝ち方をしなくてはならないわ。で？そうね、火を使うなんてどうかしら。火を使って黄金刀を焼き殺すの？ええ、いいわね、それ。真っ赤な炎って好きよ。では決定じゃな。何？何か懸念でもある？だからこそ名が上がるのだ。そういうこと。本郷、いい加減に理解せ。今はそういう時代なのじゃよ。それに盗賊さんたちはもっとひどいことを抵抗できない人たちにやってますからね。天罰ってやつですよ。そういうことだ。戦う力もなく、いいように盗賊に虐げられていた諸人の代わりに天罰を下す。それが人気につながるんだ。
ファズト、そんな甘ったるい理想なんてとっとと捨てちゃいなさい。サク殿の言う通り、そもそも恩というのは絶対的強者だけに許されるものでしかない。力のない者が恩を売ったとて、それは単なる自己満足でしかないのだよ。私たちは未だ絶対的強者ってやつにはなってないですもんね。ええ、だから黄金刀は殺す、完膚なきまでに殺し尽くして諸人の怒りや悲しみを解消する。それが私たちの評価につながる。評価が上がれば人が来る、物が集まる、金が集まる。それが現実というものよ。本郷は賛成できんようじゃな。優しいのも良いけど、現実を見ないと死ぬよ。間違いなく死ぬな。盗賊たちは弱い人から全て奪いますから、お金、服は優に及ばず、尊厳を奪い、命を奪う。飢えた獣と思わないと。奴らは人間じゃない。いいえ、人間だったかもしれないけど、人としての誇りをなくし、賊になり下がったことで獣に落ちたも同然。しつけのなっていない獣は殺すしかないのよ。どちらが正しいか正しくないか、そんな観念による判断などは後の歴史家にでも任せればよい。今の私たちに必要なことは、どうしたいのか、どうなりたいのかを考え、それに向かってなりふり構わずに進むことだ。負ければ死、どんな綺麗事をほざいたとしても、死んでしまえばそれでおしまいじゃ。我らは我らの立場、そして状況を理解した上で、なりふり構わず生き抜かんと。ありがとう。さて、久々の実戦ね。派手に決めましょう。了解した。郊外殿、先方は白服に取らせるので、その補佐をお願いします。心得た。私と白玄は左右両翼を引き、時期を見て火を放ちます。うん、では黄金の合図とともに軍を引けばよいのじゃな。ええ、了解した。サク殿、くれぐれも暴走せんようにしてくれよ。わかんない。やれやれ。まあサク殿のお守りはわしがしよう。黄金と白玄は時期を見失わんようにせよ。了解してますから、ご安心を。頼むぞ。ではサク殿、出陣の号令を。了解。勇敢なる孫家の強者たちよ、いよいよ我らの戦いを始める時が来た。新しい呉のために、戦王孫文体の悲願を叶えるために、天に向かって高らかに歌い上げようではないか。誇り高き我らの勇と武を。敵は無法無体に暴れる黄金刀。
じみた族どもに孫悟の力を見せつけよ。剣を振るえ、矢を放て。正義は我ら孫悟にあり。全軍抜刀せい。全軍突撃せよ。